こんにちは。心理カウンセラーの佐々木浩二です。今回は正論はなんで人を救わないのかっていうことをこう大真面目に考えて主張してみたいなと思って動画撮ってます。まあ、この半年ですね、割とこう心理学ないしあの、若干哲学のあたり、えー、確立されたものをできるだけ噛み砕いてセルフケアに役立てようと、まあ、ちょっと良い子な動画を半年ぐらい週一で、えー、撮ってきまして。うん。まあ、ちょっとね、 閉塞感出てきたんで、まあ、2、3年前って割とこう言いたい放題やってる動画いっぱいあったんです。あの、いっぱい撮ってたんですね。えー、ちょっと久々にそういうの動画、そういう動画が撮りたくなったんで撮ってます。で、正論って、あの、厄介者やなと思うんです。で、なんでっていうと、人それぞれの、えー、物事を解決してきた事例の最大公約数っていうのが正論やと思ってるんですよ。だから人によって正論って違うんですね。でもなんか、 なんとなく世間的に正論的なものがあるっていう風な幻想を抱くわけですね。で、その世間的な最大公約数から自分が外れたって思うと、なんかすごい劣等感が、またこれも錯覚として生まれてくる。あの、その最大公約数っていう言い方したのは、 例えばじゃあ7割ぐらいがみんなこうやって解決してるよね。嫌なことが起こりました。じゃあ会社で嫌なことがありました。家に帰った時には切り替えて忘れて楽しんだらいいやんっていうのが正論やとする。じゃあ、たきっと7、8割の人はこうやって切り替えられるんだろうっていう謎の仮説があの最大公約数だなと思ってて、別に統計取ってへんからわからんやろとかそういうことじゃなくて、だろう っていうか、それが正しいのだっていう風に、形づくられているのを自分の中にあの取り込んでいる。これが辛いんやなって。もし世の中が、うんうん考えることがものすごくいけてて、かっこよくて、トレンドだって言われてたら、切り替えるなんてそんな下品なことをするんじゃないよ、みたいな感じ。正論が、もっともっといっぱい考えたらいいんだよ、っていう風になるわけですよね。いっぱい悩んでる。え、なんて素晴らしい。 悩めるなんてあなたは優秀な人だね。っていう感じになるんですよね。でも、そうじゃないと。じゃあなんでっていうと、こう、正論的には気にせずに楽しんでることがいいよっていうふうに、正論っていう言葉の裏には、楽しくて生き生きしていて明るいっていうものが、とても良いものであるっていうふうな、これまたこう7、七八割の最大公約数、明るく楽しく生きてたら多分いいんだろうみたいな、この仮説っていうのかな。 こうしていたらいいんだろうっていう仮説というより過程ですね。仮の定めるね。その過程が、えー、自分の中に取り込まれてで、その過程通りに動けてないと不幸であるっていうふうな、すごい単純な数式が自分の中で不幸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 、ダメ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 ,ダメっていうふうにスタンプをされていってで、思考回路がだんだんもうそこにしか一致できなくなる。この状態が分かっていても心はついてこないと。じゃあ、あの、 遠回しであれ、直接的であれ、ひとまず今のことに集中していこうかって、そのための手段としても手段を設けないといけないぐらい今のこの目の前に集中できない、まあ世の中的な感じなわけですよね。じゃあ瞑想してみようかってなっても、瞑想っていうことは分かっていたってできないんですっていうふうに、だん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 何度も何度も最大公約数から弾かれたってなってくると、人間って当然拗ねるような感情とか怒りとか、やけくそとか、劣等感とか出てきて当たり前。だから僕は、 あの、分かっていてもできひんねんってっていう、こう、正論によって落ち込んだり、あの、怒りが出てくるような状態って、最大公約数から何度も弾かれたっていうような経験の積み重ねりで出てくる感情かなって、こう、大真面目に考えるわけです。そんなこと考えとったら、お前さぞ生きづらいやろうなって友達に言われるんですけど、そんなことないんですよ。僕は、とことん悩むとか、あの、それをこう、うじうじしてるとかいうふうに、一切捉えてないんですよ。悩むなら悩んだらいいけども、 あの、生産性なんかなくてよくて、自分の中で今7、8割の幻覚であるっていう風に一個こう定義づけてイメージ化すると、すごい楽になるんですね。それをなんでって言われると、ちょっともう根拠がすごく長くなるので、なるもんはなるとしか言いようがないんですけど、あの、弾かれてるんやなって。で、弾かれてるって思った時って劣等感が出るんですけれども、自分から出ていってやんねんっていう風に思うと、 あの、僕はすごく楽になった。で、これを思うだけで楽になるなら苦労せえへんわっていうのも多分その方にとっての正論だと思うんです。でも僕は思うだけで楽になる人なんですよ。じゃあお前とは話が合わんっていうふうに言われたらもうこれで動画おしまいなんですけれども <laughs>、あの、僕、こういうことを今、これをこう自慢して言いたかったんじゃなくて、自分なりにきちんと定義をつけてイメージをして、で、 そこで弾かれてるっていうことに自分が問題意識や劣等感を持ってるなっていうふうに思ったのであれば本当にこれが弾かれているのかなっていうふうにもう一度思い直すと悩み方が変わるんですよ弾かれてるって思ってる以上はそこの7、8割に自分を適合させないといけない だから、僕が三角形の形をしている人間だとすると、四角形の中に何回もバシンバシンバシン,バシンって入らなあかんって、で、しかも上をギギギギギギギ,ギって開いて、いた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 って言ってで、四角にならなあかんみたいな感覚。これが僕は正論を受け付けられないけど、その努力をしても四角になれない自分がダメだと落ち込んでる時の状態だと思うんです。じゃあ、ありのままのあなたを認めましょうって言われても、認めましょうって言ってるその何者かも、三角である俺のことは別に認めてないんでしょって、こうひねくれてるわけだから、 そうじゃないんです。自分で自分を認めて、自分で自分を愛してあげて、とかいうふうに言われると、ああ、しんど。<laughs> ああ、しんど。<laughs> 三角であることがそもそもマイノリティであるから生きづらいな、っていうふうにこう思って、じゃあ、 あの、マイノリティがマジョリティになるぐらいしか論理的な解決策がないじゃんと思ってて苦しんでんねんなっていうふうにこう思うわけです。ならば自分はマジョリティになろうとするのではなくて、しかもマイノリティマジョリティって言ってる時点で基準がその7、8割になってるんだっていうことにこう気がつくと僕はとても楽になったんですね。だってこれって別にはみ出してるっていう言葉だって基準がし 7,8割にあるわけじゃないですか。で、僕も4年ぐらい前に撮った動画なんですけど、客観視っていう言葉があんまりま好きじゃないっていう動画を撮ったんですね。で、あの、客観視ってまさに最大公約数の7,8割を、あの、当てはめようとする動きだと思うんですね。他者から見た自分っていうものを他者の視点で捉えていくのを客観視っていうなら、他者は7,8割のマジョリティってことやろうなと思って。 で、心理学って勉強していると、あの、統計を取って、で、その統計のまあ傾向分析にかけて、で、いろんな分析があるんですけど、まあ、できるだけ一般化できそうな、まあ95、95%はこれに当てはまるかなっていうような統計手法にかけるんですよね。で、でも、その95%にかけている前の、全部の母体っていうもの、この母体、 から削り取られたのが自分なんやろうなっていうふうにこう思ってるんですよ。じゃあ残り5%ってことじゃなくて、あの削り取られてる部分が、その 95%は当てはまるでしょうっていう風に、当てはまるでしょうという言語にした時点でも微妙なニュアンスいっぱい削れてるんですね。だから見えてないものがたくさんあって、あの、7、8割のマジョリティであるって言ってるところすらも、実は全体の母体からしたら2割、3割なんじゃないのっていうか3割やったらめっけもんじゃないのみたいなことを見たいなっていうか、この言葉を、あの、自分が あの、かなりこう従事してた先生に言われたときに、またこれもすごく救われたんですね。で、ぐちゃ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 喋ってるんですけど、あの、なんで正論で救われないのかっていうと、あの、単に自分の反対意見とか言われて、っていうか分かっていることを指摘されてイライラしているっていうことだけじゃなくて、七八割から弾き飛ばされる、このピンって弾き飛ばされている感覚を持っているから、 そうなると主体的に飛び出すっていうような視点を持つことだってできるよねって、こう中小論を話してると、じゃあどうしたらええねんっていうことよく言われるので、あの、ちょっと言ってみようかなと思います。で、具体的には、あの、どういうじゃあ心をまず持っていこうかなと思った時に、あの、そもそも自分は7、8割になろうとして、で、な、なりたいけど、なりたいけど、なれないから、 劣等感と苛立ちを覚えてるって、まず目的が異なっている時があるんです。その7、8割に本当になりたいのかな。あの、例えば僕の場合は、あの恐怖の感情や悲しさの感情を、あの、ひた隠しにして怒りに変換されて認識することがとても多いんですね。マナー違反な人とか、あの、嫌やなって思う、この嫌悪感とか嫌いだなとか、あ、また、こう、なんていうかな、一回許すとずっとされるんかなとか思うような、この、 苦しい感じ。こう、きっぱりと自分を主張できなかった悲しい感じ。こういったものが、大体こう、怒り、自分への怒り、相手への怒りと問わず、こう、怒りとなって認識されることがとても多い。でも、この時に、怒りって不快なんですよね。あの、で、体が、溝落ちのあたりがぐーッと、なんかつままれるような感じになって、このあたりが締め付けられる。身体の不快感もすごく大きい。でも、 その怒りを沈めなあかん。沈めなあかん。だってこんなことで起こるのはマジョリティじゃないもの。普通はこんなに起こらへんもんっていうふうにこう思うわけですね。普通になれればきっと幸せがあるはずだ。でも目的として本当は怒ってたいんちゃんっていう時もあるんです。怒ってることは不快だししんどいんだけど、不愉快とか苦痛っていうものを今自分が求めてやいてないかっていうふうに問いかけ直してあげた時、案外求めてる時が多いんですね。求めてるって言うとおかしいのかな。 でも、あの、何っていうと、そもそも苦痛とか不快感っていうのは刺激になるんですね。で、刺激って、あの、繰り返しの毎日から自分をこう区別してくれる効果があるので、あの、要は、うん、この言い方するとちょっと今言葉選んだんですけど、あの、なんか自分の中で刺激があると、とりあえずこの刺激を持って生きてていいっていう感覚になるって言ったらいいのかな。 生きてる意味とか手応えみたいなものを掴みやすくなる。僕が大好きな60年代の日本を描いた小説の中でゲバ活動とか、ゲバって言って通じんかな。えっと。 デモ活動って言ったいない。えっ、ー、と、デモ活動とかを、あの学生運動とか非常に激しい時代の時代背景を書いた小説の中で、そのデモ活動をしている人たちは本当に、あのその政治に、例えばデモをしたとして、政治に物申したいわけではなくて、何かに向けて自分を傷つけて警察官と戦ったりしてね、自分を傷つけて戦っているこの苦痛を伴う熱意っていうものが自分の幸せとか生きる意味の 本源であると。だから、かえって政治家がその人が言ってる心情を叶えてしまうことがその人を不幸にするっていうふうに、あの、指摘してある小説があるんですよね。すごく興味深くて、あの、ただこれは、あの、間違えないで欲しいのは、じゃあ悲劇のヒロインになるために、あの、誰かに相談しても正論を受け入れずに、悲劇のまま痛い,いんでしょっていう議論。まあ、割と心理学の分野でされることがありますけども、あの、そういう意味ではなくて、もうちょっと、 そんな他者になんちゃらっていうより自分の中のもっと根源的な生きる味とか意味とかそっちの方の感じです。それを得ている。だから目的として今自分がイライラしてんのってもしかしたら俺今退屈をしてたのかなって。でも退屈っていうのは時間があって暇って意味じゃなくて忙しくても退屈するっていうあの心って湧くんですね。あの自分の例えば思い通りに行かなすぎている状態って 多忙であっても退屈感っていうものを自分の中に出してくる、いわゆる無意味感みたいなもの。で、それがほどほどに達成されていくと、ちょっと退屈がしのぎになっていって、でもまた落とされてってなってる時に、そもそも自分は苦痛を求めて困難なところに飛び込んでいってるのっていう風な気持ちになることがあったんですね。で、これが今割と僕平ら,らかな生活を送ってます。あの、お仕事をして。ただ、あの、 通勤がない、家で仕事をしてるので、ひららかに生活している中に、退屈っていう感覚ではないんですが、たまにものすごく怒りが湧く時があるんですよね。なんか、そこまで怒らんでもっていうぐらい、なんか怒りが湧く時がある。どうでもいいこととかにね。で、その怒りが湧いてきた時に、本当にそれに対して、な,なんていうの、正義の怒りとのっていうのは、義憤っていうのは、自分の、 本当にその怒りの対象がそっちに向いてますかっていうふうに自分に思ったとき、あ、違う、起こることがもうすでに目的になってたわっていうふうなことに気づくと、あ、なんか刺激が足りなすぎて退屈をしてたのかなっていう感覚になる。でも仕事はたくさんしてて退屈なわけないやんって思,うと思ったときに、この議論がとても大事になってくる。あの、多忙と退屈感っていうのは全然、 あの別問題なので、ああ、自分の中で刺激でも、刺激を求めてた、ああ、案外、怒ろうとしてた自分がいるんやなっていうふうに、答えがある、ケースがあるんですね。だから怒りたいっていう、も答えがある。で、極端な話、もう対象は何でもよくて、怒りたかったんだなって。で、怒る、怒りたいというか刺激を、こう感情の中で燃え上がらしたかったんだなってなると、あ、要は自分はなんか今、 何かをしたいけれども何かができないっていう閉塞感の中にいたのかもな。でもその何かっていうものがわからないからこそ、あの、これは現代人に割と特有なんですが、この何かがわからないからこそ、感情でもってこの退屈というものを紛らわしてることがあるんですね。で、これが僕の場合は過去には非常にお酒に溺れたことがあったりだとか、 何かこう人間関係の中で自分をこうわざわざ自己犠牲的に抑えて怒りを溜め込んでいるとかいうのが過去の自分っていうものを照らして見てるとなるほど何か自分の中で生きる味みたいなものがなかったんだなでそのなかった生きる味の中に例えばこのまた78割のあの 最大公約数的には楽しい人生を送りなさいとか、自分らしい人生を送りましょうとか、仕事は楽しくなくっちゃダメとかいうのが、この中にあるわけですね。でもこれって幻想なんですけどね。幻想だけれどもあるわけです。で、この幻想を自分の中に飲み込み続けている。で、それプラス、あの、この動画でよく話題になる、養育者との関係での自分のメンタルブロックとかも入ってくる。そうなると、メディアっていう大きな社会、 メディアをはじめとする大きな社会と養育環境として、まあ大体17、18歳までまあ続く小さな社会。この両方を大体掛け合わせたものがこうミックスされて自分の中に入って、それを7、8割の最大公約数を守りなさいっていう感じ。だから苦しかったんだなって。心理学の養育者の方のブロックを まあ、この仕事してるだけやって、まあまあ外したつもりではあります。で、それが外れた幸せというものをしっかり認識してるんですが、なんかそこで足りなかったものが、こっちの七八割の方、大きな社会の七八割の方を自分はこう遂行しないといけないなって思ったとき、やたらとなんかこう引っ越しを繰り返してみて、確かに、 あの、行きたい場所があってそこに引っ越すっていうのは楽しかったんですけども、あ、それもなんか怒りのエネルギーに近いものがもしかしたらあったのかなと思うとすごく腑に落ちたんですね。で、正論の話になるわけですけども、この時に正論って、 7,8割の社会側のことに自分を適合させようとする、どっちかというと、こっち7,8割正しい枠があって、こっちにこう突っ込もうとする感じじゃないですか。でも、僕が今言ってた、自分がこう、やたらとイライラしたり怒ったりしてる時があるなっていう時って、この怒りを、じゃ沈めてしまうと、まさにこの動きなわけですよ。でもそうじゃなくて、この怒りというものが、そもそも目的になってたのかなって考えた時、こっち側からこぐんって <laughs>。 あ、怒っていいねんなっていうか怒りたかったよなっていうふうに自分を観察するとなんか怒りってあの怒ってもどうにもならなかった後不安とか空虚感とかあのちょっとこう2、30分後にものすごく大きな不安になってみたり過去の後悔になったり喪失感だったりあの別の感情に化け寄るんですよねで、この化け寄ったものをまたこの7、8割に当てはめてみるとなんて自分はあの世間に比べて 辛い目にあってるんだろうか。なんでこんなことばっかり起こるんだろうか。とかいう感じになってきて、また7、8割の中で、でも前向きに頑張れっていう感覚が7、8割になるとすると、結局それでまあ前向きにまた頑張り始める。でもその頑張りがまた苦痛をもたらしながらも刺激になっていく。で、その刺激の繰り返しがまた、あの、繰り返しになりすぎて慣れてきて退屈になってくると起こる。 ことが目的になって怒りが出て、で、そのまた怒りというものが、先ほど言った空虚とか喪失とかをこう生み出してきたり、自責の念でもいいですね。あ、なるほどなって。じゃあ、何が言いたいねんっていうと、その根本にある生きる味みたいなものを楽しいものでなければならないって思い込むのはやめた方がいいんやなっていうことを思ったんです。それより その楽しいというものを定義づけるのが、7、8割の最大公約数側の与えられた楽しみであってはならないっていうことが、ようやく自分の中で腑に落ちた。じゃあ自分なりの楽しみ、自分だけの楽しみ、自分だけの趣味、熱意を持って没頭できるものとか、それは全然違うんですよね。それって、結局だって趣味探すとき、なんとなくカタログから探す感じあるじゃないですか。釣りをしてみようかな、サイクリングしてみようかなとか、ジョギングなのかな。そうではなくて、じゃあどこから探すねっていうときに、この、 正論たちの枠内にある行動の中で自分が覚えることができる楽しさってどこにあるのって、正論たちの枠内の中の楽しみって何ってなってくると、そのなんとなく楽しいけど、後々思い出しても全然楽しくなかったなって思うような集まりとか、これがあの、近頃僕が読んだ本に書いてあった例で言えば、 あのまあ、海外の図書なんでちょっとわき時間は気にすくいですかね。パーティーであるとかねで。そのパーティーで帰ってきた時空虚感であったみたいなヨーロッパの人の哲学者の主張だったので読んでてちょっとピンと湧きにくいんですけど、少なくともそのパーティーで行われている、流れている音楽、出てきている食事、 そこの人との会話っていうものに集中して楽しんでいる自分っていうものはいなかったはずだっていうところがその哲学者の主張から抜け落ちてたんですよ。パーティーって大きなもの。七八割の最大公約数の中の行事って大きなものを退屈だったっていうふうに捉えてて、でもそれに気づいただけでもものすごいと思うんですよ。あの、発見はとても大きかったんですけれども、七八割の中に自分を適合させようとしてるから退屈だったのかなっていうことに あの、このメタ認知的に気づけたことがすごいなってなってて。で、うん。な何が言いたいねって言うと。結論だけ言ってしまえば、退屈であることを、これは別につまんなくてもいいのだ。無理に楽しもうとしなくていいというか、その無理に楽しもうとしていることが7、七八割から与えられた楽しみ方なんだなっていうことに気づいたとき、ここで、このチャンネルでよく言ってる五感ですね。 目閉じて何か食べてみてとかよく言うんですけども、あの解決策としてあまりにもこう、お手軽でチンプなので、先に解決策を提示すると、あの、なんていうか、え、そんなことで幸せになれるわけないやんとかいう風に否定されてしまう。でも正論をがなんでじゃあ人を救わないのって、そんなチンプな手段で幸せになるわけないっていう風に主張されたときに、なら正論でも特に幸せになってるよねっていう風な、なんかここで矛盾が生じるよなって思って。で、 このプロセスをこう理解した上で、あらかじめ退屈であって仕方がないっていうものの中に、小さな楽しみ方っていうのがないのかなってこう探しに。で、この動画を撮る前に、今、ちょうどこう時期的に秋祭りなので、こう、みこしの上でガンガン人がなんか踊りながらみこし走りながら弾いてるみたいな、なんか怖いのがあったんですけど、それを見るために、僕何時からそこを通るかわかんないから、2時間ぐらいちょっとこの、家の、家のすぐ横の外にいたんですけどね。こんなこと普段絶対しないんですよ。 で、しないんですけど、なんとなく、七八割の枠内で、まあ、せっかく、秋祭りで年に一回で、その15分ぐらい、そこしか、そこでしか見れないものだから、まあ、いるなら見てみようかなって。で、でもそれが、楽しみにしてたら、期待外れじゃないですか。で、しかもその秋祭りって大きなカテゴリーで捉えると、期待外れに終わる。でも、それが、そこに行くまでの、ちょっとした秋の空気であるとか、 ちょっと金木製のつぼみ咲いてるかなとかいうふうにちょっと見たり、芝生の匂いを嗅いでみたり、そこでおむすびをちょっとそ、そばで買って食べてみたり。なんか、自分の中でこの待ち時間をいつものように、みんなと同じようにスマホをいじったり、おしゃべりをしたりしながら待つっていう規定の枠内にしてしまわずに、その場で楽しめる特に五感を刺激できるものは何なのかなっていうふうに探しながら、その場所で退屈を遂行したみたいな感じ。 そうしたときに、その時まあ暑いしね、なんかあの、日陰寒い、日向暑いみたいな、なんか生理的な感情としては結構しんどかったんですけども、な、帰ってきたときに頭すっきりしてたんですよ。え、正直そこまでつまんなかったし、2時間も待つもんじゃなかったな。っていうか、家から出たらすぐ、あの、2分ぐらいで行ける場所やから家で待っとけよかったとか、頭はいろいろごちゃごちゃうるさいんですけども、帰ってきて家に入ったときに、なんかスーッとつきものが落ちてるんですね。 こういうことやなって思ったんです。でもなんかこれが、まあ多分、まあ、こんな、ラジオで話すよみたいな感じのことをちょっとぐちゃぐちゃ喋ったんですけど、なんかこれがこうだからこうっていう、あの、結論のある話じゃないんですが、あの、なぜ正論で救われないかがちょっとここでこう見えてきたんですね。最大公約数的な7、8割。でもその中に楽しみを見出していくこと。だからそこに適合するのじゃなくて、 その中に与えられ、与えられた枠内の一つの行事の中で与えられていない自分の五感を使った楽しみを見出すっていう一つのまあ視点があるんだなっていうことですね。ちょっとこれ、あの、かなり抽象論でわかりにくいと思うんですが、まあもし響く人がいたらいいなと思って表現してみました。今回以上です。ありがとうございました。